R48 との違いってどうでしたか？そうですね、R48 に比べてやはり45の方が柔らかいので、45の方が本当に簡単に回転がかけられて、まあ、コントロールがしやすいなという印象でした。スポンジが柔らかい分こう回転を吸収してくれるので、ちょっと強引に弾いたりしても台に収まる印象がありました。 R45 のおすすめユーザーっていうのはどういった層になりそうですかね？48や53に比べると、スイングが速くない方でも扱いやすいと思いますので、まあ、女性や、まあ、子どもの方とか繊細なプレーをする方でも使いやすいんじゃないかなと。フォアとバックどっちに使いたいですか？バックに使うといいなと思いました。特にバックのドライブが、まあ、やりやすくて、ちょっと難しいボールのスポンジが食い込んでくれるので、入れることがやりやすいと思いました。